武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は秋田大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、大問2題で時間が60分、出題されており、大問の2つともですね、1つは現代文の読解および論述で、大問2が漢字の書き取りという形になっております。この漢字の書き取りに関してはそこまで難しいものではないので、入試漢字マスター1800プラスなど、標準的な漢字問題書1冊、仕上げておけば問題ありません。で、現代文の、大問1に関してですが、こちらは通常の国立の、記述論述の問題プラス、違憲論述が200字程度で出題されております。この違憲論述について、具体例書いて説明しなければいけないというのがありますので、こちらに関しては小論文の対策をやっておいた方が楽かと思います。なくても書ける人であればいいのですが、ちょっと書き方分からないなという場合には小論文の書き方本などを一冊仕上げておくといいかと思います。こちら対策としては、違憲論述以外の部分に対してはセンター終わった後に現代文読解力の開発講座と、国公立標準問題書キャンパス、やっておけば十分対応できるでしょう。で、違憲論述に関しては、田村の優し語る小論文と、小論文の完全攻略本、など、仕上げておけば十分対応できます。で、なくても、書けないことはないとは思うのですが、ただ万全を期するのであれば、小論文の対策やっておいた方が非常にやりやすくなるとは思います。以上が国語の勉強となります。